問題はない？城下町に出たようだな。母上、そんな。どうしてお母様を置いてなんて。前を向け、母君の死を無駄にしたいのか。お前たちのすべきことをよく考えるんだ。母君が命を落としてまでお前たちに託したことを、盾を持って寺院に行くんだろう。私たちには無理だよ。そうだよ、母上がいなきゃ俺たち。泣いている場合か。剣を取れ。ここを突破しなければ未来はないぞ。問題はない。さあ行くわよ。今は市外から脱出することだけ考えろ。出口を目指すんだ。門が閉まってる。あれじゃ進めないぜ。立ちふさがってる魔物を倒さないと門を開けられなさそうよ。ミッション開始よ。ミッション成功ね。解門したわ。門が開いたな。先を急ごう。広場から出口に行けるけど、思ったより魔物が多いみたい。広場の敵を残らずぶっ飛ばせばいいんだろう。やってやろうぜ。ちょっとミッション開始よ。魔物が。やりません。報告するわ。逃げ遅れた人がいるみたい。助けに行かなきゃ。ミッション開始よ。広場の敵を倒し先を急ぐか、逃げ遅れた人を助けに向かうか、お前が決めるんだ。このくらい。ミッション成功ね。おお、天の助けです。お礼にこれを持って行ってください。ありがとうございます。あなたは？マルス。僕の名はマルスだ。味方の援軍ね。開門したわ。マルス、あんた一体何者なんだ？今、説明している暇はないよ。ここを突破して市外から離れるんだ。ミッション開始よ。強敵ね。しかも2体同時に相手をしなきゃいけないなんて。落ち着いて1体ずつ戦うんだ。相手に注目して目を離すな。これ以上私たちの町で好きになんて暴れさせないわ。ミッション成功ね。これで彼らは安全だろう。
ここまで来れば。先に外に出たんだろ。どこに行ったんだ。やったわ。私が一番ね。